ちょっと前のビデオで、まあ、英語で言ったことを簡単に日本語で言おうと思いますけど、最近思ったことがあって、その日本っていう国は、まあ、文化的にも人的にも一見その外国の文化とか人にオープンな感じがするじゃん。例えば外国の文化を取り入れて、例えば日本風にアレンジしたり、まあ、日本の文化に取り入れて日本人に合うようにその適応させたりするわけじゃん。例えば昔で言ったら車とかもさ、車ももともと海外の、例えばアメリカとかドイツとかのものだけど、それを日本に取り入れて技術を学んで、今はもう日本車っていう、もうブランドを培ってるようなもんじゃん。あとは例えば洋服とかだってもともとはその西洋のものだけど、それを取り入れて、もう今もうもはや和服なんて着てる人は本当にほとんどいないわけじゃん。まあそれはさておき、そう、日本ってのはさ、外国の文化にもちょっとオープンであり、でもやっぱりまだこの壁を作ってると思うのね。その一番顕著に見えるのはその外国人に対して、まあ俺自身外国人とかっていう言葉を、外国人とかって言葉を使うのはあんま好きじゃないんだけど、まあ、ちょっとこのビデオでは必要だと思うので、まあ、外国人に対して、その例えば日本語が喋れない外国人 はさ、日本で住むのは大変じゃん。だって例えば日本語が読めなかったらバス乗るのも大変だし、電車乗るのも大変だし、まあ、東京とかの都心の方、他の都市とか大きい町とかだったら英語のサインとかこうあるからそんな大変じゃないかもしれないけど、全然日本語喋れないって人はきっと日本で住むにあたっていろんな苦労があるかしら。例えば買い物するだけだってそうだもしれない、そうかもしれないし、まあさっき言ったようにバス乗るのだって一苦労かもしれないけど、喋れない読めないとなったらもう多分生きていくのかなり辛いじゃん。ましてや一人だったら、誰の助けもなかったら。でそういう意味で日本ってのはその外国人、特に日本語を喋れない外国人に対しては冷たいというかこう閉鎖的じゃん。で外国人って言うけど、多分日本人が大体外国人っていう時に思うのはその西洋の人、ヨーロッ、西洋の人、ただいわゆる白人とかだと思うのね。いわゆる外国人って言った時にきっとそのアジアの人、中国人と韓国人ってことは一番には思い浮かべないと思うのね、と思うの、と思うと思う。でだから、でそれでしかも日本人できっとその西洋の人、白人とかに対してコンプレックスがあると思うのね。その別に日本人が劣ってるとかっていう意味のコンプレックスじゃなくて、なんていうの、憧れみたいな。だからそのさ、いろんな例えば広告とかさ CM とかでも外国人が使われてること多いじゃん。一番よく見えるのがそのファッション系、服とか靴とかさ、もうユニクロなんて日本のメーカーだけど、その広告とかさ結構外国人いるじゃん。外国人だったりハーフみたいな人だったりっていうのも、まあなんていうの、体の作り的になんか背が高かったり、骨格的にもなんか細かったりとか足が長かったりとか、そういう見た目的に、まあ、よく見えるっていうのがあるのかもしれないけど、まあ、そういう意味だとしてもコンプレックスっていうか、なんか西洋の人、白人はかっこいいみたいな感じなわけじゃん。例えば男の人だったらハンサムだったり、女の人だったら綺麗だったり、まあ、もちろん、まあ、みんながみんな、じゃ日本人みんながみんなこういうふうに思うわけじゃないし、まあ、もちろん西洋の人だから、ヨーロッパの人だから、白人だからつってみんながみんなグッドルッキングじゃないじゃん。でも一般的にそのまあ、多くの日本人がきっとその西洋人に対しての憧れっていうのがあると思うね。で日本人は、日本はさバイリンガルの国じゃないじゃん。英語すら分かんないじゃん、ほとんどの場所で。だから日本語を喋らない外国人っていうのは近寄りがたいし、近づいて来られてもこのちょっとこの壁を作っちゃうじゃん。でも思ったのが、その日本語を喋れる外国人、たとえちょっとでもさ、片言でもさ、下手くそでも
喋れる人、喋ろうとする人にはなんか優しくない？日本人って。しかもましてやそれが例えば、まあ、女の人に対してだったらかっこいい男の人だったり、まあ、男の人に対しては可愛い女の子だったりすると、全然日本語喋れなくて下手くそでも、なんか日本語喋れたら可愛いなとか、あ、かっこいいとか、なんか、あ、素敵って思ったりするわけじゃん。で、まあ、別に YouTube の話ですると、そのさ、日本に住んでて、日本に住んでる外国人で、でもビデオを日本語で作ってるみたいな YouTuber もいるじゃん。例えば、ミカエラとか、そのシエラとかって知られてるけど、YouTube では。あの人も、俺は思ってることがあって、もしあの人が英語だけでビデオを作ってたら、全く日本語喋れなくて、もしくは日本語喋れたとしても、今日本語を全く使わずに、喋れるよっていうことも出さずに、英語だけでビデオを作ってたら、少なくとも日本では、日本語しかわからない、英語わからない人、もしくは少なくとも日本ではこんなに人気にならなかったと思う。まあ、知らない人もいると思うけど、その人のことを。結構、その、なんて言うんだろう、J ブロガーとか、日本に住んでる外国人のブロガーみたいな中では結構有名な方だと思うの。なんかテレビにも何回か、その全国ネットじゃないけど、なんかどっかの地方のテレビとか、ネットのテレビとかに出たことあるみたいで、まあ、で俺が思ったのは、やっぱその人が日本語を喋るからじゃん。なんかテレビとか見たってさ、なんか外国人タレントとかって言っても、なんか日本語を喋れるみたいなさ、やつがあるじゃん。なんか変なこと言ってる。日本語喋れるみたいな枠で出てる外国人もいるわけじゃん。日本語がうまいとか、日本語が大好きみたいな。なんかそれってすごい変だと思う。日本特有な感じがするのね。なんか、外国人が日本語を喋ってるのはなんか珍しいみたいな。だってさ、例えば、日本人が外国、例えばじゃあ、まあいいや、カナダに行ったとしたって、日本人が英語を喋れるからっつって別に特に取り沙汰されることではないじゃん。でもそれが日本だったら、逆にじゃあカナダ人でも何人でもいいけども、カナダ人、例として、カナダ人、男でも女でも日本に、で日本語喋れます、ペラペラですみたいな、それだけでもテレビに出てなんかタレントになるみたいな要素の一つを持ってるわけじゃん、大きな要素。それだけでもなんか売りになるわけじゃん。外国人なのに日本語がうまいみたいな、日本のこと大好きみたいな。それってさ、日本の特殊な文化なんだなと思うの。だから、まあ、俺もこのミカエラって人のチャンネルに登録してるけど、サブスクライブしてるけど、あんまビデオは見てなくて、普段は。だから、まあよくわかんないけど、多分コンテンツ自体もいいんだと思うんだけど、その取り上げてる内容とか、作ってるビデオ自体も。ただ別にその人が可愛くて日本語喋れて白人でとか、そういうことだけじゃないと思う、絶対。やってること自体もすごいから人気あるんだと思うけど、もしこの人が英語しか喋らなかったら、英語でしかビデオを作ってなかったら、日本ではこんなに人気がなかったと思うの。だって英語わからない人はさ、その人のこと見たってわからないじゃん。あ、可愛いなと思って見る人もいるかもしれないし、あ、可愛いなと思って最初は目を引くかもしれないけど、ビデオを見てくっていうことだとしたら、英語が分かんなかったらつまらないわけじゃん、見てても。だからその人が日本語をしゃべれるっていうところで、まずピンってきたんだと思うの、多分ほとんどの日本人サブスクライブしてる人は。お、なんかこの人かわいい、あ、しかも何、日本語喋れんのみたいな。そこがポイントだと、売りっていうかポイントだと思うのね。アピールポイントっていうか。そういう、まあ、ミカエラばっかじゃないし、ミカエラがどうとかって言いたいわけじゃないんだけど、他にもいるじゃん。まあ、男の人もいるだろうけど、日本語でブログやってる外国人の人、日本に住んでて。そういう人って、大体見ると結構なんか人気なの。だ、それだけで、そういう人たちなんかアドバンテージっていうかさ、あるのかなと思うんだけど。だってさ、俺だって英語でビデオ作ってるけど、あ、日本人が英語でビデオ作ってるから、みたいなことで別にサブスクライブされたり見られたりするわけじゃないからさ。まあ、英語でビデオ作ってる人も多いし。だからさ、もちろん日本語でビデオを作ってる人もいっぱいいるけど、その中で外国人だからっていうだけで、外国人なのに日本語でビデオを作ってるからっていうのも、なんかちょっと、なんていうの、ブランドじゃないけど、レーベルがなんか貼られるよね。で、あと俺がもう一個言いたかったのは、別にその今までその言ってきたけど、例えば西洋の人とか、ウエスタンとか、
白人とか言ってきたけど、別に黒人の差別するわけでもないし、日本人が黒人が嫌いとかっていうわけじゃなくて、その俺が思うのは、なんて言ったら、日本人ってのは一般的になんかやっぱ肌が黒い人、まあこれもこの言葉嫌いなんだけど、黒人とか白人っていうのは、だから肌が黒い人にはなんかちょっと壁があるじゃん、壁あったりすると思うの、俺自身がじゃなくて、俺は別にそういうつもりはないけど っていう理由ってのを思った時、やっぱ日本人って外国人全体に対してもあんまりこう接触が普段はないじゃん、普通の人は。でもそれなのに、さらにそのなんつうんだろう、見た目的な話をすると、肌が黒い人っていうのはよりもっとコンタクトがないわけじゃん、普段俺ら日本人にとっては。だからそれでもまだ白人って言われるさ、この肌が明るめの人は見た目的に俺らに色的に似てるから、まだなんかこのなんつうの、抵抗が少ないだけっていうわけであって、だから黒人に対してそのまだなんつうの、このちょっとっていう感じがあるのは、別に差別、まあある意味では差別なのかもしれないけど、肌が黒いからってわけじゃなくて、なんつうの、普段見慣れない存在だからっていうのだと思うの。だから変なね、さ、障害持ってる人、例えば手がなかったり足がなかったりとかっていう人も街で見たらさ、なんかちょっとんって見ちゃう時あるじゃん。っていうのも多分それは単純に普段見慣れてないからっていうのだと思うのね。だから黒人とかは多分まだ日本人はそんなに、なんて言うんだろう、馴染みがなかったりするから、その例えばだいたいこういうテレビでさ、人気があったりするタレント、外国人タレント、日本語が喋る外国人タレントとかっていうの、だいたい白人とかさ、別に黒人系じゃない人だと思うのね。もちろん別に黒人だからって日本語が喋れる人がいないわけじゃないじゃん、絶対喋る人もいるわけだと思うけど、やっぱテレビ的にもとかさ、なんかそういう人気的にとかっていうと、やっぱ白人だったりっていうのと思うのね。っていうのはやっぱりさっき俺が最初に言ったように、日本人ってのはやっぱり白人とか西洋の人とかに対してなんか憧れみたいな、かっこいいな、美人だなっていうイメージがあると思うからだと思うのね。だから別に決して今まで俺がこのビデオで言ったことが、決して別に黒人はかっこよくないとか、黒人は別に日本語喋れろうがとかっていう意味じゃなくて、ただ日本人は黒人というか肌が黒い人に対して、そのまだ慣れが少ないよってこと、見た目的な話で言うと、同じ外国人でも肌の色的に白っぽい人とか、なんていうの、ラテン系とかの人の方がまだ見た目的に、色的に、なんていうの、違いがそんな目に見えてないじゃん。だからまだ近寄りにくくないってだけであって、そういう人たちの方が近寄りにくくないってだけであって、はい、そういうことですね。では、もうなんか急に終わっちゃうけど、もうあんまり言いたいこと言えると思うし、あんまりなんかこうプランを立てて言えてなかったと思いますけど、まあとりあえずちょっとこれシェアしたいなと思ってたことなんで、はい、ありがとうございました。